松浦清は、江戸時代中、後期の大名。非前国平戸藩の第九代藩主。平戸藩四次だった松浦正信の長男。母は、正信の側室、優子。官位は、十五位下。死後に、増樹三味。陽名は、秀三郎。五は、聖山。この五を合わせ、一般には、松浦聖山の呼び名が通っている。 隠居後に執筆した江戸時代後期を代表する随筆集、講師や和で著名である。大名ながら心形刀流剣術の達人であったことでも知られる。真の父、正信は、本来ならば、サ信の後を継ぐはずであったが、明は8年8月に創生した。その長男ではあるが、即室出生であった清志は、それまで、 松浦政を名乗れず、松山政を称していたが、同年10月27日に、祖父、サネ信の,の養子氏となった。安永3年4月18日将軍、徳川栄春に、おまみする。同年12月18日15位した、息守るに助任する。安永4年2月16日祖父の隠居により、家督を相続した。サネ信までの松浦家の当主のほとんどは二次名で、 あったが、夕食古実を重んじる清は、代々一時名を特徴としていた佐賀源氏の先祖に、あやかって、再び一時に戻したのだという。なお、清以降、松浦家の名は、現在の当主まで一時名で通されている。同年3月15日、藩主として、初めて帰国する許可を得る。清が藩主となった頃、平戸藩は、財政窮防のために、 反省改革の必要に迫られていた。このため清は財政法官や国用法典を表して財政再建と反省改革の方針と心構えを定めた。そして経費節減や行政組織の簡素化や効率化、農具牛馬の対応制度、身分にとらわれない有能な人材の登用などに努めている。また安永8年半校、維新館を建設して、 人材の育成に努め、反省改革の多くに成功を収めた。反校の名称に関して幕府より、維新とはどういうことだと問責を受けたが、公明は変更していない。この公明の維新は、死境の一節に由来すると言われている。明治維新の維新と出典は同じであるが、真の性質の兄、松平信明は、老中経験者でもあり、当時の社会情勢、 平戸藩の状態からも、清に幕府転覆の意思があったとは考えにくい。文化3年、三男の広氏に家督を譲って隠居し、以後は執筆活動に従事する。清は文学者としても秀でており、文政4年11月の講師の夜に執筆を開始したということで有名な、江戸時代を代表する、随筆集、講師やわや、剣術書、剣談など、 多くの重要な著作を残している。特に、講師や和は、正編100巻、続編100巻、3編78巻に及ぶ大規模なものであり、内容は、田沼時代から、完成の改革期頃にかけての政治、諸大名や、旗本、民衆の暮らしや風俗を知る上で貴重な資料となっている。なお、松平定信とは、こういう関係があったらしい。 蘭学にも関心があったようで、星山が入手した地球儀が現在も松浦資料博物館に保管されている。一方で、資料博物館には下作や工病史など貴俗な絵入小説も多く含まれ、星山の多方面な関心が伺える。昭和初期の5度にわたる売り立てや人を介して間接的な競売で散逸したが、肉筆浮世絵を特に熱心に収集したらしく、 多くの名品をコレクションしていた。現在、大和文化館所蔵の国宝、婦女遊楽図屏風は、星山が新たに購入し、この屏風の別名、松浦屏風も、このことに由来する。他にも、勝川春昇筆、婦女風俗十二ヶ月図や、遊女と、ハゲ図、長文斎秀行筆、朝顔美人図などの遊品が、星山の急造品として知られている。天保12年、 82歳で死去した。清は17男16女に恵まれた。そのうちの11女、愛子は、公家の中山忠康に嫁いで稽古を生み、この稽古が、公明天皇の天使となって宮中に入り、明治天皇を生んでいる。よって清は、明治天皇の祖,祖父に当たる。ありがとうございます。